こんにちは、セランです。もう日付変わって、あとはちょっとダラダラしながら寝るだけなんですけど、歯科衛生学生の一日っていうのをね、 Vlog したいなって思って回し始めました。夜からって思うと思うんですけど、朝はね、多分こうやって話してる時間も全然ないと思うので、こっから朝からね、ちゃんと覚えてたらしっかり録画して一日をレポートできるんじゃないかなって思ってます。じゃあ、まあ日付変わってるので今日ってことで、今日一日の様子をご覧ください。ジャパニーズガール、セラン。おはようございます。寮の朝ごはんはこんな感じです。いつも、ご飯にふりかけたっぷりかけて、納豆とおかずと、あとたまに他の炭水化物、食パンとかホットケーキとかも食べちゃってて、もうめちゃめちゃがっつりの朝ごはんです。今8時くらいで、普段はあと30分早いんですけど、今日の診療科は遅めの集合なので、ちょっと朝ゆったりです。なんかもみじに霜がついてたりして寒さを感じますが、8時くらいの電車に乗ってお茶の水に行きます。電車ではポッドキャストで英語のリスニングの練習したり、でも普通に内容が面白くて聞いてるみたいな面もあります。本を読んだり音楽聞いたりすることもあって、結構気分によります。はい、お茶の水に着きました。あの長いエレベーターです。あれ歩くと結構きついので、いつも止まってます。なんだか映像で見ると普段の景色も一層綺麗に見えてきます。そういえばお茶の水のがずっと工事してるんですけど、ようやく改札が見えてて感動しました。新たな改札通ってみたいです。お昼は学食で食べました。このクラムチャウダーうどん食べた日めっちゃ美味しかった。あとは卵サンド好きなのでコンビニで買うことがあります。信じられないぐらいホクホクの魚もキッチンカーで買いました。チャンネル登録よろしくね。今4時半過ぎてて実習が終わりました。ちょっと今日はオペが最後長引いて、4時半になったんですけど、本当は4時までです。で、今からはとりあえずちょっと楽しいことしたいなってことで、課題をすぐやるんじゃなくて、私が住んでるカレッジ、私が住んでる寮のSNS 的なスラックを見ながら、私が住んでるところ100人規模で高校生から社会人までいるんですけど、そういう面白い大好きな人たちの近況だったり告知だったりがバーって並んでるので、スラック見るのも楽しいです。住んでる場所がね、楽しすぎて、結構なんか学校は大変だけど、そのおかげでやっていけてる感じがしてます。放課後からが本番みたいなところある少しリフレッシュしたらレポートに取り組みます。すっかり暗くなってきました。まあ真っ暗なんですけど今は6時過ぎですね。レポートがまあ大量にあるので、
まあ全然終わらなくて、7時まで学校が空いてるので7時までは学校でやって、で、帰る予定です。でお腹が空きすぎたのでコンビニでちょっとおやつを買います。セブンのこのカニカマバーガーどうしても食べたかったです。7時になったので帰宅します。はい、下北沢に着きました。いやー、改めてね、本当に素敵な場所だなって毎日感じながら住んでます。夜ご飯も本当にいろんなバリエーションがあります。基本ご飯食べながらカレッジの住人たちが開く面白いイベントに参加することが多いです。昨日はなんか生き方とか働き方の哲学対話をしてて、めちゃくちゃ面白そうだなって思いながら、それを横目にインターンのミーティングをしていました。夜は住人の中でヨガのインストラクターの、免許持ってる人が何人かいて、その方がヨガ教室を開いてくれました。日によってはお散歩したり、誕生日のサプライズをしたり、クッキングをしたり、フリーペーパーを作ったりみたいな感じです。でも今日はもうお風呂に入って歯を磨いて寝ます。それでは今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。